氷と炎の歌合理と炎の歌のテーマ合理と炎の歌のテーマではジョージ・ RR ・マーティン著のファンタジー小説シリーズである氷と炎の歌の中で追求されるいくつかのテーマについて述べる小説に基づき HBO ドラマシリーズゲーム・オブ・スローンズが放映されている氷と炎の歌の物語はウェスタロスと呼ばれる大陸とエッソスと呼ばれる大陸を 主とした架空世界を舞台としている。物語には三つの主要な筋があり、次第に絡み合うようになる。署名家によるウェスタロスの王座をめぐる争い、ウェスタロスの国境となる巨大な氷の壁の北での異形と呼ばれる脅威の増大、十三年前の別の内戦で殺された王の娘であるデナーリスターガリエンのウェスタロスへの帰還と玉座を求める野望である。なお、 ドラマシリーズでは、内戦は17年前に起きたことになっている。本シリーズからは、以下のテーマが批評の対象になっている、魔法と、現実、政治と、社会、倫理の多面性、暴力と、死、性表現、アイデンティティ、フェミニズム、宗教、そして食である。作者は当初、氷と炎の歌の物語を描くにあたって、 魔法の一切出てこない歴史改変小説を書こうとしていたが、結局は魔法の色彩の強い作品とすることを選んだ。しかし、ハイファンタジーのジャンルでは魔法を慎重に用いるべきであると筆者は信じている。また、真に効果的な魔法とは馴染みがないというだけの。 単に進んだ技術やありきたりの呪文などではなく、人間の理解力を超えてはるかに異質であり、危険である力を代表すべきだと考える。魔法は頻繁に使われるからではなく、その定義そのものによって、魔法的であるべきだという。物語において、魔法の存在は、次第に大きくなっていくが、他の多くのファンタジーのようにあからさまに使われるわけでは、ない。 本作品における多くの種類の魔法が、実は、ただ一つの謎の超自然力の現れであることが、次第に明らかになる。登場人物は、世界の自然的な性質だけを理解しており、異形のような魔法的存在は彼らの理解力を超える。ウェスタロスの顕著な特徴の一つは、長く、不規則な季節の存在である。ファンはこれを説明する。 科学的理論をいくつも生み出したが、マーティンは科学的な理由ではなく、超自然的でファンタジー的な理由が背景にあると強調する。夏は成長、豊穣、喜びを象徴する季節であり、冬は生存のために戦う暗い時を象徴する。もう一つの魔法的存在のドラゴンに関しては、人間とは異質な存在にすることを望んだため、 会話をするドラゴンは描かないとマーティンは決めていた。マーティンはドラゴンを、いわば核抑止力のように考えており、デナーリス・ターガリエンは、ドラゴンの飼い主として、世界で最も強力な人間となる。現代の核保有国と比較することで、武器が破壊を行うだけでなく、改革、改善そして建設をもたらすものであることを描く。本質的に、全ての虚構は、 真実から乖離している。そこでマーティンはせめて虚構の核となる部分では何らかの現実を反映すべきだと考える。魔法や呪術ではなく、剣による争いや戦争や政治的陰謀を強調することで、ファンタジーというよりは歴史小説のような印象を与えようとする。別々の文学ジャンルであるはずのファンタジーとリアリズムの融合が賞賛されている。魔法は、 登場人物の生きる世界の周辺部分にだけ残り、不思議なものというよりは恐ろしいものである。これは栄光に包まれた善と悪との戦いというより、封建社会に押しつぶされる人生についての物語である。この物語はファンタジーでありながら、読者の期待に背き、読者が行ってみたいような世界を描くのではなく、時には、 読者が慣れ親しんだ現実にいやらしいくらい近いものになる。氷と炎の歌は、イングランドの王位をめぐる内乱が連続した、バラ戦争に一部着想を得ている。氷と炎の歌は、トールキン的な剣と魔法の物語というよりも、マキャベリ的な政治的陰謀を中心にした物語だと書くメディアもある。ウェスタロスと、バラ戦争当時のイングランドとの類似性が指摘されている。 すなわち、一つの玉座が国土を統一するが、玉座に誰が座るかをめぐって有力な署名家が争う。真の王が不在なまま、国土には自らの評判にしか関心を持たない、腐敗した貴族だけが残る。緩やかな同盟のもと、貧しくとも名誉を重んじる北部が狡猾な南部と戦う。どちらが勝とうが、庶民は苦しまなければならない。 登場人物は、現代のように、国家単位ではなく、中世のように町単位や血縁単位によって、同盟を結ぶ。王は、神の化身であると見られるため、王権の正当性は、極めて重要である。マーティンは、まさしくあることが常に優れた指導者の条件ではない、こと。また指導者の決断が、どのような結果を生み出すのかを描こうと望む。中世では、人は、 自分の社会階層の義務と特権を身につけるよう、しつけられる。本シリーズは、そのような中世の社会構造から来る社会的な、摩擦を反映する。英雄よりは政治についての物語であり、栄光を求めるというよりは卑近な妄想のために、必死にもがく、人間像を描いている。善と悪との戦いではなく、封建社会の抑圧に由来する、権力争いがここにはある。 マーティンの強みは大きな政治の物語を陰で動かす人間の物語を的確に把握するところである。王から結びまでマーティンはウェスタロス中のあらゆる魂の中を洞察している。これは賭け金の釣り上がった世界であり勝者は栄えるが敗者は無慈悲に踏みにじられる。登場人物はこの歴史の織物に逆らってお屋敷物への愛を選ぶのか あるいは、名誉、義務そして国土への関心を選ぶのかを決めなくては、ならない。大抵の場合、高潔な選択をした者は、自らの命でその代償を支払わねばならない。ファンタジーのジャンルの一般的なテーマといえば、善と悪との戦いであるが、マーティンは、このような通る君以後のファンタジーの観光も過程も、無視する。指輪物語は、 悪役を汚い黒い衣装で具現化したが、マーティンは、トールキンの模倣者たちが善と悪の戦いを、ステレオタイプ的な決まりごとに、単純化しすぎだと感じる。現実世界で、善や悪に対峙するときのように、マーティンは、人の食材と性格の変貌を掘り下げる。時につれて、当初は好ましかった人物が非難すべき行動をとり、明らかに悪役だった人物が共感を呼ぶようになる。 簡単にヒーローを見つけることはできず、不完全な動機を持つが時には共感できるような、多くの登場人物の群舞が繰り広げられる。マーティンは、多くや天使よりも白黒はっきりしない、登場人物に惹かれ、一面ではヒーローである人物を、他の面では悪役として描く。壁の、名夜の森とは、英雄であるが、犯罪者でもある。 国威をまとう者として描かれるが、彼らは、ファンタジーのステレオタイプを慎重にひねった類型である。さらに言えば、善なる、明夜の森とを黒い色で象徴させ、腐敗した、王の盾に白い色を使っているのは、善に明るい色を用い、悪に暗い色を用いるファンタジーの伝統に反した、ものである。普遍的に愛される。 あるいは嫌われるような架空の登場人物というものは現実にはあまりに一次元的であるためマーティンは読者が物語に入り込めるように登場人物が多くの面を持つように描く作品内での行動から読者は誰が善で誰が悪なのかを自分自身が判断することになる登場人物は多くの視点から多くの面を描かれ他のファンタジーと違い 悪役もまた自らの視点を提供する。実際に、歴史上のほぼすべての人間は、自らの行動を正当化し、その敵を悪役とみなしてきたわけである。現実では、誰が善で、誰が悪なのかを見極めるのは難しく、歴史上最も暗い悪役が時には善行を行い、偉大な英雄が、弱さと欠点を備えていたわけである。本作品では、男の子が、 バルコニーから投げ落とされ、女性がその顔を噛み切られ、男性は花を切り落とされ、女の子は耳を切り落とされ、強姦も、大虐殺も、頻繁に起き、死体は、その一部を動物に持ち去られ、そして人が斬首される。愛すべき、登場人物を無慈悲に殺してしまうのが本作品の特徴であり、ファンは一度は本を部屋の隅に投げつけてしまうが、後で拾い上げることになる。 登場人物が傷を負いやすく、いつ死ぬかもしれないため、物語の先行きに対して疑念が生じ、緊張感が持続する。マーティンは、たとえファンタジーが想像から生み出されるとしても、現実世界を正直に反映する必要があると考える。現実世界では、たとえ愛すべき人でさえも、醜い死に目に遭うことがある。余分な登場人物や多くの死は読者に、 何の影響も及ぼさないが、友の死ははるかに大きな感情的な衝撃をもたらす。マーティンが主要な登場人物を殺してしまうのは、ヒーローが無傷のままで生き延びることが最初から分かって、しまうような物語に苛立つためである。マーティンは、このようなリアリズムの欠如を嫌い、戦いの前夜に怯える兵士の心境に例えて、語っている。マーティンは、 読者がページをめくるにつれて、誰も安全ではないのだと恐れることを望む。指輪物語が登場人物の死により、読者を驚かせたことに刺激を受けたといい、ヒーローの犠牲は人間性の何らかの深部を語るものであり、心を乱されることを嫌がる読者は、もっと気楽な本を読むべきだという。戦闘場面で死ぬ登場人物を選ぶとき、 マーティンは二番手以下の登場人物は、あまり深く考えずに選ぶが、これは、そのような登場人物が指して掘り下げられておらず、単なる名前だけの存在だからである。だが主要な登場人物の死とそのタイミングは、物語の当初から計画されており、その場面を描くことは容易ではない。剣嵐の大地が三分の二ほど進んだところで起きる、禁られた根気と呼ばれる根気の章は、 マーティンが描いた中で最も困難な場面であった。この章を執筆することを何度も後回しにし、結局は、剣嵐の大地の最後に執筆することになった。読者の反応は、賞賛から高賛まで様々であった。マーティンはこの章について、この場面は書きづらかった。読むのも苦痛だろう。この場面は、読者の心を引き裂き、 恐れと悲しみで満たすだろうと語っている。戦争は、通る気に以前から、多くのファンタジーの中心である。だが、モダンファンタジーにおいては、ほとんどが善と悪との戦いになってしまっている。この小説では、戦争の倫理面ははるかに複雑である。戦争というものが高い致死率を伴うことを、この作品は反映している。 この作品の戦争に対する態度は、ベトナム戦争の論争における、マーティンの個人的経験によって形成されている。作者は、ベトナム戦争に反対の立場をとっており、作品は、マーティンの戦争、暴力そしてその代償に対する見方を反映する。しかし、ランカラスの共演での裸足の司祭の反戦の演説を通して、 作者の声が反映されているわけではないと強調し、作者は隠れた人形使いであり続けることを望む。プロットのひねりの一つとして明らかに重要である登場人物の死と死んでいたと信じられていた登場人物の復活がある。マーティンは登場人物が死から復活するときに人格の転向は不可欠であるという。肉体が動き始めるとしても、 魂の一面は変貌を遂げ何かを失っている。マーティンは指輪物語で灰色のガンダルフが白のガンダルフとして復活したことを評価せず死んだままであればもっと強力な物語になったはずであると信じる。氷と炎の歌で死から蘇った登場人物は外見が劣化しておりある意味では同じ人物でさえない。何度も死から蘇った 登場人物に、稲妻子、ベリック・ドンダリオンがいる。死から蘇るたびに、彼の人間性と前世の記憶は、少しずつ失われ、その血肉はそぎ落とされるが、死ぬ前に追っていた使命は覚えている。マーティンの目から見ると、ファンタジーのジャンルは、氷と炎の歌ほど、性や、性表現に焦点を当てず、しばしば児童文学のような扱い方をするか、 完全に無視をしている。指輪物語ですら女性、性、恋愛を正面から描かず、抽象的になぞるだけである。マーティンは、性行動を物語から省くことのできない人生の重要な動機づけであると考え、多くの登場人物に、性衝動を与えて、物語の真実味を強めている。中世では、騎士が、淑女に死を送り場上自愛では、 宿女の印を身にまといながら、戦時にはその軍勢は、何のためらいもなく、女性を暴行したことに、マーティンは、強い興味を抱く。中世には、幼年期と成人期の間の青年期という概念が、存在しないことは、デナーリス・ターガリエンが13歳で、性行為を行うことに現れている。子供は、性的成熟によって、 完全な成人となるとされたため、多くの高貴な生まれの娘は13歳あるいはそれ以下の年齢でついだ。ターガリエン家においては、古代エジプトのプトレマイオス朝やヨーロッパの君主が、血統の純粋性を保つために行った、近親婚が実践されていたことが、本作品では描かれている。しかし、マーティンは、ジェイミラニスターとサーセー、ラニスターの双子の指定の間の、 近親相関関係に精神病質的な要素も見出している。二人の強すぎる絆は二人が見下している他人との人間関係を難しくしている。マーティンは超絶的で刺激的で心を奪うようなセックスだろうが、あるいは忌まわしくひねくれて暗くつまらないおざなりのセックスだろうが、この作品のセックスのシーンを読者に体験させようとする。しかし、 マーティンは、この作品のセックスシーンで嫌な思いをする読者が、いるのは、アメリカ人のピューリタン的な態度のせいだという。バギナに挿入されるペニスが剣をされるのに、誰かの頭を切り落とす斧が反感を買わないというのは、ひどい二重規範だという。楽しみのためであろうと儀式のためだろうと、余分なセックスと、余分な暴力はいずれもプロットを進展させるわけでは、なく、 異なる扱いはできないとする。人が夢中になる体験の感覚を詳しく描くことはマーティンにとってプロットを進展させることよりも重要である。イギリスにおける児童ポールの方によりテレビドラマ化では幼い登場人物のセックスシーンを穏やかなものにするか全ての登場人物の年齢を上げるしかなかった。HBO は セックスシーンを重視していたため校舎を選択し、本にはないセックスシーンを追加したほどだった。ゲームオブスローンズの試写会の後には、セックス、レープそして売春宿に関する多くの論議が巻き起こった。USA Today は、HBO が、ちぶさと、裸の売春婦をふんだんに出したあまり、ウェスタロスに比べればラスベガスはまるで修道院の、 ようだと表し、マーティンはこれに答えて、中世には数多く売春宿があったと述べた。自分が誰なのか、そして何をもって自分が自分なのかという疑問は、シリーズの顕著なテーマであり、シリーズが進むにつれてその傾向は、さらに強くなる。視点人物たちは、名前を変え、章のタイトルの中においてさえその名前は変えられてしまう。 アリア・スタークが最も良い例であり、キングズ・ランディングからブレイボスに行く間に、アリー、ナイメリア、ナン、ソルティ、ウンガの猫などと名前を変えている。マーティンは次のように語る。アリアはいくつもの異なるアイデンティティを経験する。そしてブレイボスに行き、その地の顔のない男たちの究極の目標は誰でもないものになることであり、服を着替えるようにアイデンティティを着替えることである。 名前を変えるのは、アリアだけではない。その姉のサンサス・タークは、アレーン・ストーンのアイデンティティを身につける。ティリオン・ラニスターはヨロ、そしてヒューガー・アヒルの名前で旅をする。キャトリン・スタークは、レディ・ストーン・ハートとなる。リュートの舞踏の、シオングレイ・ジョイのショーの名前は、リーク、ウィンターフェルのプリムス、帰り中、ウィンターフェルの幽霊となるが、最後にシオンに戻る。 マーティンは語る、アイデンティティは、シリーズ全体、特に第五部で扱うテーマだ。何をもって我々は、我々なのか生まれなのか血なのか世界における、地位なのかもっと我々の中身に近いものなのか人の価値だとか、記憶だとか。マーティンは、男性優位社会に生きる、数々の女性の登場人物を描いている。女性は、 根源的な欲求、夢そして影響力を持つ人間として描かれ、女性の気質も男性と同じように多様であることを示す。性別や年齢などが大きく違っても、マーティーンは個別の登場人物を書き分けることができる。マーティーンは自分は女性不信ではないし、フェミニズムの模範的存在でもないというが、子供時代に植え付けられた価値観は、たとえ意識上では、 拒否したとしても捨てることはできないという。作品がフェミニズム的であるのか、反フェミニズム的であるのかの議論を歓迎し、女性登場人物を好きだという、たくさんの女性読者に感謝している。だがフェミニストであるという宣言をするつもりはない。デナーリス・ター・ガリエンとサー・セイ・ラニスターは、結婚を強制され、強い意志を持ち、敵に対して無慈悲なことで、 類似性のある登場人物である。ウェスタロースでは、血筋と相続が最も手早く確実に権力を主張する方法である。ため、サーセイは弟、ジェイミーの子をなし母親として立場を強化するが、憎む夫ロバートへの復讐のため、夫の血筋の四次は、産もうとしない。七神聖教は、キリスト教の三位一体の教義から着想を得ている。 トールキンの指輪物語とは違い、本作品は特定の宗教を詳しく描き、競合する他の宗教についても触れている。マーティンは作品をより現実的にするために宗教を描くが、これは中世の人々にとって宗教が極めて重要であったためである。自らを無神論者あるいは会議論者の傾向を持つ堕落したカトリック教徒であると考えてはいるが、 マーティンは宗教と冷静に魅了される。最もらしい宗教を一から構築することは難しい。ため、マーティンは実際の宗教に基づいて架空の宗教を描き、一対一の対応ではなく、若干の変更や拡張を加えている。ウェスタロスの架空の歴史から、各々の宗教がどう進化したのかがわかる。各宗教は文化の気質を反映している。 マーティンは実在の宗教のそれぞれが、自らこそ真実であると主張することを疑い、なぜ慈愛に溢れた神が強姦と拷問と苦痛に満ちた世界の存在を許すのかという、普遍的な疑問に対する回答に満足したことがない。どの宗教も、真実の信仰としては描かれず、多くの面で、薄気味の悪い力の行使が描かれ、 特定の宗教だけが美徳を備えているわけではない。マーティンは多くの異なる魔法が一つの謎をめいた超自然的な力の現れであることを時間をかけて描くよう努め、読者が宗教観、そして魔法観の関係を解き明かせるようにする。読者は競合する宗教の正当性、教義、そして超自然的な力について自由に考えることができる。 ウェスタロースでは、シリーズのどの神もデウスエクス・マキナとしては、登場しそうにないとマーティンは言う。食は、氷と炎の歌の中心要素であり、必要以上の共演であると批判する読者もいる。ファンが数えたところでは、第4部までで160皿もの料理が登場しており、農民の食事からラクダ、ワニ、イカ、カモメ、 そして、油を塗られたアヒルやトゲのあるジムシまでにわたる。鮮やかに描かれた食べ物は架空の世界に、色彩や風味を加えるだけでなく、優れた脇役となっている。献立の中には、事件の予兆となるものや、食事をする人物のムードや気質にふさわしいものもある。マーティンの描く文化のリアリズムは、独特の食べ物や風味で補強されている。食事は、 登場人物の気質からプロットの進展まで、あらゆることの印となるが、やがて訪れる冬の前では、最後の収穫をじっくり楽しむこともできない。禁られたコンギでは、とても食べられそうにない献立が食べられ、読者は吐き気を催すような状況を予感することになる。シリーズに出てくる料理を実際に作り始めたファンもいる。100万ヒットを超える訪問者のあった。 献立についてのサイトもある。食べることは得意だが、料理は不得意だというマーティンには、料理本を書いてくれという要請が何年にもわたって寄せられた。シリーズに基づく料理本、A Feast of Ice and Fire と、The Official Game of Thrones Cookbook が2012年に出版された。ありがとうございます。